さあ、4月25日でございます。時刻は15時30分ありました。始まりました。頑張れ南勝 S 市の時間でございます。いやー、今日はちょっと涼しい感じですかね。えー、皆さん、ポケモン探してますか <laughs> どうも、吉本興業の井上真ーと申します。そして今日、浅田緑川さんに変わりまして、この方、おいでいただいてます。どうぞ。はい、えー、事務局の半温です。よろしくお願いします。浜さんじゃないですか。どうもよろしくお願いいたします。まあそうですね ね、見つかってますか?。なんですか?。ポケモン go。見つかってますよ。もうやばいですね。あの依存性の方が。そうですね。はい。いや、もう、この、何ですか?。葛飾 fm さんの周りにもたくさんいましたよ。いや、いやもう、皆さん携帯片手に。ええ。もう、探してますね。そうですね。まさんやってないの?。僕、まだ、ちょっと。はい。やってない。あ、ぜひ。 <laughs> 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 あえて触れてみましたということで、はい、さあ,あこの番組今日も行ってみましょう東京都社会人リーグ2部サッカーでございます、えー、から J リーグ3人を目指しております葛飾区のサッカーチーム南葛 SC を熱く応援していく番組ということでございます例えばこれ YouTube でもですね後ほど配信いたします今 YouTube でご聴きの方は、えー、生放送でも配信しております、えー、月曜日の3時からやっておりますんでね是非聴いちゃってくださいということなんですが今日も J リーグ目指しまして今はですね上からございまして8部ですね やっております。南かですの情報をお伝えしていくわけですよね、浜マさん。はい。ね。ポジティブに、ポジティブにやっていきたいと思いますね。いやいやもうネガティブになりがちなところを。<laughs> ポジティブにやっていきたいと思いますんでね。はい。皆さん、ついてきていただきたいと思います。はい、それでは行きましょう。今週も、頑張れ南かですせーの。キックオフ始まるよー さあお送りしておりますがんばれ南活 SC でございます改めまして吉本興業の井上真人はい、えー、事務局の浜本です<送>よろしくお願いします,しますよろしくお願いしますというわけで浜さん、はいえー、男子の方がですね、えー、先日周囲攻防戦に敗れてしまうという残念ながらですねいやいや,いや、えー、もうネガティブなって言ってるじゃないですか,ですかいや結果は結果ですからポジティブですよ <laughs> い,やい,いや昇格を目指して戦ってるわけでございまして確かに昇格は一位のみと ということですけれどもね、ちょっとあの価値点差的に自力がちょっとなくなってきちゃったということなんですが、はい、まだ前哨でね、向こうのポケマチで全然可能性もあるということですから、そうですね,ね。それはもうポジティブにいきたいというポ。ここね、ポケモンマちポケモンじゃポジティブです。<や> <laughs> まさちょ世の中のニュースに流されすぎですからね。うん、えー、次、えー、節が、えー、男子は8月28日、はいえー、夕方6時50分から二塾未来公園の方で。 やりますすのででそうですね、えー、ちょっと飽きますけども。ちょっと飽きますね、はい、そこは夏休みと,ということで、はい、皆さんキャプテン翼をですね第1巻から全部読んでいただいて「<laughs> <laughs> ゴールデンエイジ」も全部全部読んでいただいてね、えー、お買い求めいただきたいと思っておりますけれども、はい、女子の方はですね、えー、お伝えしましたけれども、えー、女子の、えー、何ですか毎年こう力を傾けて戦っております皇后杯、はい、こちらの方が東京予選準決勝で惜しくも地元の修徳高校。 ね、やめてしまってしまったという感じですか。はい。浜田さんはもう女子の方のねベンチに入ってられますからいかがですかその辺は。<laughs> はい。ポジティブにお話くださいよ。<laughs> い昨日の話いきましょう。あ、昨日そうなんです。それが先週ありまして昨日は三位決定戦の方があったんですね。はい。ええ。 というわけで、え三、ー、位になったんでしょうか、四位になったんでしょうか、結果の方お願いします。はい、えー、勝利しまして、三位になりました。素晴らしい、ありました。ありがとうございます。これは、あの、非常に熱戦だったと聞いておりますよ。そうですね、ねあの、ここ数試合っていうの、なかなか点が取れずに、ああやきもき、やきもきしてたんですけども。うんはい、まあ、あの、昨日に関しても、やはり前半三分にも、いきなりコーナーキックから、ヘディングで決められ。はいはい もうビハインドでスタートしたこの試合どうなるのかとそうだったんですね前半戦、結局なかなかチャンスつかめず後半に入ってようやくもうどさくさから、うん。はい 今戦からそうですね <はい S 2> まあどさくさって言い方古いですけど <はい S 2> <laughs> どさくさ紛れに <えー S 2> って言ったらいけないんですけども <はい S 2> あの村田選手が蹴り込みまして右のフォワードですねそうですすねそうようやくあの1対1に追いついてで延長戦に入っていったんですけども延長前半にあの途中交代で出てきたまあ森田というまあ我々でいうバズーカ砲を持ってる選手が活躍してくれてで左サイドから打ち込んだのがまた強烈なシュートだったんですけど。 これがもうすごかったです、このシュートは。バチコーンと、はい。決まってこなかったと思った後半、リードですもんね、そうですね 2>, 2対1になった、はい。あのー、またどさくさからええあの抜け出た選手にミドルシュート決められ、<はい S 1> また同点と。<おう S 1> あらららら。で、ま PK に進むとうちはあの絶対的な守護神の島田恵がいますんで。<うん S 1> はい、はい ね、やっぱり一歩目からも勝つしかのノイヤーこと、<laughs> 島田めぐみ選手、そうなんですね。<ねえ S 2> でまあ PK 戦に行けばもう絶対的に勝てるっていう自信はあったんですけども、<はい S 2> <っ>そして PK に進んだわけですよね。そうですね。<ええ S 2> で一人目からもうバシコンでもう止めてくれましたね。もう本当だ。はい。このあのサイトの方にね丸バツ丸バツが載ってるんですけど、一人目二人目をシャッターとしてるんですね。<laughs> 二人目はちょっとバーに当たってはじかれたんですけども、はいえー、それでもやっぱり反応はよくてやっぱ蹴った方向にはすべて動いてましたからいや,やっぱ島田選手は威圧感オーラありますからそうですね、えー、一度ちょっとここに連れてきたいんですけどねそうですね、はい、ぜひぜひ、はい、威圧されましょう僕は <laughs> スタジオでは威圧感ないですからねそんなキャラじゃない <laughs> そうですねわかるお、はい、話したことあるので非常にね、はいはい、いい方ですけれども。 ということで三本を止めた。そうですね。であとはこちらも一本。一本失敗して。バズーが外したんでちょっと辛かったんですけども。はいはい。でその後の平田真帆選手が。はい。あとバシコンと。なるほど。はい。あの決めてくれてまあ勝利をものにした。三対一 PK でね。はい。そうですね。一対一で PK に入りまして延長でもあの決着つかず。はい。そして PK で三対一南ん勝ちし見事スピード世田谷ユースに勝利しまして三位と。はい。ですからこれ東京都三位ですから。 い去,去年2位ですから、ええ、悔しいですね悔しいんですよです俺はもう本当にね、ええ、悔しいんですよ、ええ、悔しいですねやっぱ決勝戦が今年西が丘だっただけに、うん、やっぱ西が丘でプレーしたいっていうのはねやっぱり選手だけじゃなくスタッフもみんなやっぱりそういうふうに思ってたんですけどね思い及ばずと、ええうん、この悔しさはやっぱりねまたリーグ戦ではい 返していけばい。そうですね。しばらくお後杯であの日にちが空いてましたので、ねはい、あの8月の7日、8月7日に決まったんですね。はい。あの日曜日、えー、まあちょっとあの場所は日大稲城グランドってちょっとまあ稲城の方で遠いんですけども、あのようやくリーグ戦が復活します。そちらのインフォメーションはサイトの方に、そうですね。まもなく掲載される、はい、ということですね。はい。女子の方も昇格を目指してねマッシュグラに勝ち進んでおりますから、はい。ねこちらはリーグ戦のどうなんですか。女子は。 いや全勝です。まあまあ三試合しかやってないので、<うん S 1> あのまだ三試合しかやってない。そうですね。<ねー S 1> でまだ無敗で走ってますんで、ぜひぜひウイングスの方もはいがっちり勝ってますんで。そうですね。あの八月まではどうしてもあの遠くに出ての試合が続くんですけど、九月入ったらあの二塾未来でえ今回リーグの方に申請してますので、九月十月十一月のおそらくあのリーグ戦に関してはあのホームゲームで。 開催できるんではないかっていう動きで今動いてます、ね、はいわかりました、はい、いやーこれあのー、高橋洋一先生が発起にとなりまして、えー、バンバン活動しまいます、はい、我々の南活 SC まだ知らないね、えー、皆さんはぜひ周りに広めていただいて応援に来ていただいたりあとはいろいろ調べていただくとやっぱり面白いねサイトなんかもすごくいろんな情報満載で 今の順位なんかもね分かるようになってますし写真で最近ね、あのーはい、フォーメーションなんかも選手のお顔つきで上がるようになってますだいぶあの苦労しながら私、えーあのー、手前あ、ね、いスタッフの皆さんも少人数で頑張ってますからねぜひそういう部分をただでやりたいという方は来ていただいて。<laughs> <laughs> <laughs> いやいや、もうおったのかなくて、でも分かりやすいですよ、すごく、これはありがたいですよ。いや、やっぱり年々、年々、やっぱりあの自分なりに勉強しながら、やっぱまあま、あ私も仕事の中で、やっぱりやらないといけないというところやっぱそれありれ写真切り抜いて、ビューってこう動かして、配置してるわけでしょ、そう,そ,うそうです、そうです、でこの3、4、3だったら、もうちょっとボランチ下の方かなとか、ちょっと考えながらポジションも <laughs>。 <laughs> そ,そのフォーメーションの絵だけはちょっとやっぱ作るのがやっぱちょっと大変で深井 <laughs> これが一番でもファンは僕もファンのファシクレとして嬉しいと思いますよこれ、はい、名前変わって番号を配置 一気にこれわかるんで,で、ねはい、これはいいですねこれぜひ続けていただいて <laughs>、ね、これがなくなった時は今お聞きのファンの皆さんも皆さんいや半音とか<う>仕事してないと <laughs> 文句言ってくださいあそうですねもう私が作ってるんだよ、えー、<の>いやいやもうスーッと入ってきますからこれありがたいですこもうあの努力のご苦労の結果出てますから <laughs> <laughs> <ひ>、ね、<laughs> はい あとはあのそうですねインタビューが見たいとかなんですかねこうご要望もね受け付けていきたいですよねそうですね誰の声が聞いてみたいとか、えーはい、あのまあ男子女子に関わらず、えー、あのスタッフでこういう人見かけたけど実際どういう喋りするのかとか、うん、ああそうですねそうですね <laughs> いいんですよ。<laughs> <laughs> 自由なメディアをねそうそう今もいろんなことができるようになってますからね、はい、この番組ももちろんそうですけど YouTube にも残りますし、はい、ウェブもこうねいろいろポッドキャストもやってますし、はいろいろこう皆さんも参加意識を持っていただいてそうなんですよ、ね、もう「ポケモン GO」やってる場合じゃないですいやそうですよね我々を捕まえていただきたい <laughs> 我々があなたたちを皆さんを捕まえたいっていうことですからねそ,そうそうそう。 だからせっかくやっぱりキャプテン翼というねキラーコンテンツを話題にできるわけですからみんなでこう僕もねそういうね仲間をいっぱいね最近見つけてきましたねいろいろやりたいと思ってますんでぜひ皆さんも飾飾のサッカーをもっともっともっといろんな難月石だけじゃなくていろいろ面もくできればなとあと一つだけちょっとあの皆様にお伝えしておきたいのがあの私どものスクール。 南葛 SC スクールっていうのがあるんですけども、ねはい、そこで選抜された選手、うん、小学生の選手が、ですねはい、はい、秋田のキャプテン翼杯に、えー、招待されまして、<う>でこの29日からあの秋田・鹿角市の方へ、えー、行ってまいります。<う>なんとかそこでもいい結果が出せたらとは思うんですが、あのスクール生なので、えー、できる限りりとにかくあの頑張って、いい思い出にしてもらえたらなと。うんはい サッカー楽しむということですもんね。そうですね。中出氏のユニフォーム着てもらって、中出氏と練習して、サッカーを楽しんで、そうですですよね。みんながこうプロになれるわけじゃもちろんないわけですから、なんかサッカー通じて、なんか友達できたりね。そうですね。とにかく夢がある漫画ですので、やっぱり夢に向かって、秋田の和之なんかは立花兄弟のところですね。そうですよ。立花兄弟の古里ですよね。はの あ、和津の氏ももそうなんですね。そうですそうすだからそうなんだ。和津の氏と勝臣閣がうまく手を結びながら、は,るほどね、はい。すごいですね。じゃあいたりするんですかね。<laughs> 楽しみだな。ツインシュ。ツインシでスカイライブハリケーンです。スカイラブ飛んでますよ。はい、ね。水飲みながらね、水分のちゃんと取りながら飛んでくださいね。そうですね。塩 <laughs> 分も取りながら。はい。えー <laughs> すごい面白いですね。えー、そんなスクールもあのいろいろスクール活動やらねユースもあのジュニアユースですかはい活動しておりますのでそうですね今日は浅田コーチは、えー、あのジュニアユースの練習試合の方に行かれてますのでそうなんですねはいあの、はい、スタッフ総動員でいろんなところへ今 動もうあのー、ユースの子とかその下部組織の子たちがトップチームを一緒にこう応援してくれてる感じとかすごくいいですよね、はい、チームのね,ね名義っていう感じがしますし、はい、その子たちが大人になっても応援してなんかもう一回会ってそこで帰りはご飯食べてお酒飲めるようないいチームに <laughs> ファンとしてはそういう場所がね 増えるのがいいなと思います,からです、ね、で今頑張ってるスクールで頑張ってる子たちが将来南渇 SC が J リーグに行った時には、はい、あの活躍できるような選手になってほしいっていうのがやっぱり一番の願いですし、はい、やっぱそのためには今あるわけなんで。 曲折ありますけど、みんなでそれも楽しんでいただいて、応援、ね、していただいてってことかと思いますよねあもう回り道しながらって、もう回り道がすごく険しくて、もちろん大変、それはみんな必死ですからね、はい、東京は特に多いですしね、ねはい、いろんなアマチュアにも能力ある方がね、残ってますから、そう,そうです、そ、えー、そこは大変で、その辺もお,おもんパカっていただいて、そこを楽しんでいこうということで、でねえー、来週もぜひね、聞いていただきたいと思い <laughs> いろんな形で、えー、チームになっていきたいと思ってますんでねいろいろ募集しておりますので、はいえー、ツイッターアカウントウェブ並びにですねこの番組もメールも募集しております、えー、宛先は 789-kfm789-co.jp でお待ちしておりますということでございますえ大、ー、説は次節ですね女子は8月7日男子は8月28日ということでビーグ戦の方に戻っていくわけでございますとそうですね盛り上がっていきましょう、はい、じゃあ浜さんちょっとまたあのウィングスの情報も含め ちょっと来てくださいね。そうですね。あのなかなか浜田なかなか私は来も多くしていかないとね。もう私はあの月1で、あの浅田さんが許すか許していただければ、私にはお忙しいですからね。ちょっと長寿市の野菜もね。ちょっと頑張っていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ、最後にファンの皆さんにメッセージを短めにお願いします。どうぞ。 はい、あのー、まだまだ暑い時は続きますから、はい、あのー、是非とも諦めずに、はい、あのー、南葛 sc の応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。井上までございました。はい、事務局の半音です。来週も頑張れ、南葛 sc、三時からお送りします。聞いてくださいね。それでは、来週も頑張れ。南葛<勝> sc。